ジャッキー・ロビンソン、ジャック・ルーズベルト・ロビンソン、ジャック・ローズベルト・ジャッキー・ロビンソン、1919年1月31日から1972年10月24日は、アメリカ合衆国上ジ,ジア州カイロ出身のプロ、野球選手、内野手。1890年頃以降、有色人種排除の方針が確立されていた MLB で、 アフリカ系アメリカ人選手としてデビューし活躍、有色人種のメジャーリーグ参加の道を開いた。一般に黒人初のメジャーリーガーと言われるが、これは厳密に言えば MLB が体制を整備し終えた1900年以降の近代メジャーリーグを対象とした言い方である。アフリカ系アメリカ人のメジャーリーガーは1884年に、 アメリカンアソシエーションでプレーしたモーゼスフリートウォーカーが最初とされている。1919年1月31日ジョージア州カイロで5人兄弟の末っ子として生まれる。祖父はアフリカから連れて来られた奴隷である。生後6ヶ月の頃に父が蒸発したためカリフォルニア州パサデナへ移住した。母はメイドとして働いたが、 週8ドルの収入では家族を養うことができなかったため生活保護を受けた。兄のマシューは1936年ベルリンオリンピックの200メートル走で銀メダルを獲得。ロビンソンもスポーツ選手として頭角を表し、フットボール、バスケットボール、野球、陸上の4つのスポーツで奨学金をもらい高校へ進学。1937年に パサディナ短期大学、現、パサディナ私立大学へ進学し、1938年には、午前に、総幅飛びで優勝し、午後に、野球の試合に出場して優勝することもあった。その後、多くの大学から奨学金を提示されたが、最も条件の良い大学ではなく、自宅から通えることを理由に、1939年からは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校。 ユーシアレイへ進学した。ユーシアレイではバスケットボールも行っており、ウディストロードともチームメイトだった。ユーシアレイでは将来妻となるレイチェルと出会った。ロビンソンは黒人が仕事に就くのに学問が役に立たないと考え、母やレイチェルの反対を押し切り、1941年3月に名誉退学する。名誉退学後はフランクリン・ルーズベルトの妻エレノアが推進する。 青年局でスポーツ指導者として働くことになる。しかし青年局の事業は第二次世界大戦が始まると閉鎖した。仕事を失ったロビンソンは人種統合されたセミプロのフットボールチーム、コノルルベアーズへ入団し、平日は建設会社で働き、日曜はフットボールの生活を続けた。フットボールのシーズンが11月に終わり、 1941年12月5日にカリフォルニアへ帰省した。アメリカが第二次世界大戦に参戦したことに伴い、ロビンソンは徴兵され、1942年5月にカンザス州フォートライリーで訓練を受けることになる。ロビンソンは射的の名手として評価され、知性やスポーツでの高成績、大学時代の教育など幹部候補生学校の候補として秀でていた。 入学試験を受けたロビンソンや他の黒人たちは試験に合格したこと以外何も知らされないまま3ヶ月間待たされた。その頃にボクシング世界ヘビー級王者であるジョー・ルイスがライリー基地に通してきた。ルイスは白人に発言力を持っており、ロビンソンがルイスに幹部候補生学校について相談すると、ルイスは政府の権力者に訴え、ロビンソンは 幹部候補生学校入学を許可された。1943年1月28日に学校を卒業し、将位になった。軍では様々な基地がスポーツチームを持っていて、互いに試合をしたり、大学チームともしていたが、黒人であるロビンソンはプレーできなかった。人種統合をされた陸軍のフットボールチームでは練習はできたが、 黒人であるということを理由で試合には出られずにいた。また、試合に出場できない理由にロビンソンは右足に大きな怪我をしており、軍隊の任務をこなすのに不適格とされ、任務を一部制限されていた。1944年4月13日にロビンソンを含む数人の黒人将校が人種隔離の厳しいテキサス州フォートフットへ配置転換された。テキサス州では、 事務苦労法が強制されており、同年7月6日にバスで白人の運転手がロビンソンに対し黒人用の座席へ移動を命じたが、陸軍ではバスの中での人種隔離を禁止しており、ロビンソンは移動を拒否した。運転手は憲兵を呼び、ロビンソンは詰め所へ連れて行かれた。尋問が終わると8月2日に軍法会議にかけられた。会議は 結局9人の裁判官全員がロビンソンを無罪とした。ロビンソンは陸軍に助隊を申し出ると、ケンタッキー州のキャンプブレッキンリーチへ転属され、1944年11月に名誉助隊となるまで黒人のスポーツチームのコーチを務めた。1945年にニグロリーグのカンザスシティモナークスに入団。トライアウトの結果、球団は月給300ドルを提示したが、 ロビンソンは月給400ドルを要求し、この要求は受け入れられた。4月からモナークスでプレーしていたが、4月16日にロビンソンを含む3人の黒人選手は、ボストンレッドソックスのトライアウトに参加。レッドソックスは彼らのプレーを評価したが、契約には至らなかった。ロビンソンはチーム最高の打率、345を記録した。なお、ニグロリーグでは、 正確な記録が残っていないため、資料によっては打率387ともされる。ニグロリーグのオールスターゲームに遊撃手として先発出場した。ニグロリーグでは収入を得るため練習よりも試合を少しでも多く行っており、モナークスはナイター設備が導入されていたため、昼夜試合をしていた。ホテルは黒人客を受け入れないため、選手はバスが食堂、寝室だった。 大学時代には練習やスケジュールが組織的に管理されていたため、このニグロリーグの環境に適応できずにいた。1945年にブルックリンドジャースの会長ブランチリッキーに誘われる。リッキーは優秀な選手を欲していたが、その供給源としてニグロリーグの黒人選手に求めた。スカウトのジョージシスラーからロビンソンの推薦を受けたリッキーは、その確認に行き、 現地で評判を調べた。耳にした批判は、黒人への差別には立ちどころに抗議をすることだった。リッキーがロビンソンに最も求めたことは、やり返さないだけのガッツを持ってほしいだった。1945年8月23日に、契約金3500ドル、月給600ドルの契約で、ドジャースの参加の AAA 級、モントリオルロイヤルズへ入団。その時にリッキーは、 君はこれまで誰もやっていなかった困難な戦いを始めなければならない。その戦いに勝つには君は偉大なプレイヤーであるばかりか立派な紳士でなければならない。仕返しをしない勇気を持つんだとロビンソンに言い、右の方を殴った。ロビンソンはこうはもう一つあります。ご存知ですかと答えた。10月23日、ロビンソンがモントリオールロイアルズへ入団したことを発表した。当時は 遊劇種だったが、早急に難があるため一類種にコンバートした。1946年2月10日にレイチェルと結婚。同年に、長男、1950年に、長女、1952年に次男が誕生。1946年3月17日に、アフリカ系アメリカ人として20世紀初の入場料を必要としたオープン戦に出場。 オープン戦の期間中、ディープソース地域では、白人と黒人が一緒にプレーすることを禁止する場があるところもあり、数試合が中止に追い込まれた。1946年4月18日に、インターナショナルリーグが開幕。ロビンソンは打席に立ち、黒人選手として、インターナショナルリーグでは57年ぶり、他の野球機構のマイナーリーグを含めても48年ぶりの子だった。 この年、ロビンソンが記録した打率349.113打点はリーグ1位で打率は球団新記録となった。ロイヤルズはリーグ優勝を果たし球団史上最多の80万人の観客を動員。プレーオフでも10月4日にロイヤルズの本拠地モントリオールで優勝し、ファンはこの勝利でロビンソンを抱きしめたり肩に担ぎ上げたりして、 他の選手と走り回った。1947年4月10日、ドジャースはモントリオールのジャック・ルーズベルト・ロビンソンをメジャーに昇格させる。彼は直ちにチームに合流するだろうと発表。開幕戦の4月15日に本拠地のエベッツフィールドには26,623人の観客のうち半数以上の14,000人はロビンソンを見ようとする黒人だった。そして、 ロビンソンはアフリカ系アメリカ人のメジャーリーガーとしては1884年のモーゼスフリートワーカー以来63年ぶりにメジャーデビューを果たした。MLB のオーナー会議ではドジャースを除く全15球団がロビンソンがメジャーでプレーすることに反対しており、フィラデルフィアフィリーズはドジャースとの対戦を前にロビンソンが出場するら対戦を拒否すると通告したり、 セントルイス・カージナルスも同じように脅したりした。それに対し、ハッピー、チャンドラー・コミッショナーはドジャースを支持し、フォード・フリック・ナショナル・リーグ会長は対戦を拒否したら出場停止処分を科すと発表し、問題の沈静化を図った。監督のレオドローチャーは、自分は選手の肌が黄色であろうと黒であろうとはない。自分はこのチームの監督である。優秀な選手であれば使う。 もし自分に反対する者がいたら、チームを出て行ってほしいと語った。開幕前、チームメイトの中には、ロビンソンとプレーするのを嫌がって移籍した選手もいたが、ロビンソンは常に紳士的に振る舞い、シーズンが始まるとトレードを志願していた。ィキシー・ウーカーがロビンソンに打撃や守備について教えるようになるなど、シーズン終了時には、チームメイト、監督、 行動陣から受け入れられるようになった。9月23日には、エベッツフィールドで、ジャッキー・ロビンソンデーが開催された。シーズンでは一塁手として打率。297.12本塁が、48打点、29盗塁という成績を残して、チームの優勝にも貢献し、同年より制定された新人王を受賞した。1948年からは二塁手として出場。 体重の増加に伴い、総力が落ちたため、レオドローチャー監督から批判され、ウェーバー工事にかけられた。6月24日に、本塁打を放ってからはスランプを脱出し、チーム1位となる打率。296.85打点を記録。8月24日に、ストライクの判定をめぐってロビンソンとチームメイトは、抗議し続けたため、審判は警告。 ロビンソンだけはその後も抗議し続けたため退場させられた。ロビンソンは黒人という理由で退場させられなかったため嬉しかったという。ポール・ロブスンがアメリカの黒人はたとえロシアと戦争になってもアメリカのために戦わないだろうと発言したためアメリカ合衆国会員の会員比例活動委員会で発言への抗議を求められ。 ロブスンは1943年にケネソー・マウンテン、ランディス・コミッショナーや MLB のオーナーたちに、ジムクローを廃止するように抗議していたため、証言台に立つべきか悩むも、証言台に立つことを決断。1949年7月8日に、共産主義者が黒人たちに抗議するように、扇動していることは誤解であることと、ロブスンでも1500万人のアフリカ系アメリカ人を、 代表して発言する子ができないと主張した。1949年は自己最高の打率342.37投塁を記録し、首位打者と投塁王を獲得。MVP に選出された。黒人選手として、ロイ・キャンパネラ、ドン・ニューカム、ラリー・ドビーと共に初のオールスターゲームに出場を果たし、1954年まで6年連続でオールスターに出場した。 また、1949年から6年連続で3割を達成している。1950年1月24日に、球団史上最高額の3万5000ドルで契約。1950年シーズン終了後にリッキーは、ピッツバーグパイレーツのゼネラルマネージャーに就任。その頃から、ドジャースのフロントとのトラブルを抱えるようになり、黒人であるロイ・キャンパネラと比較され、 攻撃的であるとロビンソンは批判された。1953年に若者が知りたいことというテレビ番組に出演した際にヤンキースに黒人選手がいないので人種差別しているかという質問にロビンソンはヤンキースのフロントは黒人を差別していてニューヨークで唯一一人も黒人選手を雇っていない球団であると発言したため記者からは怒りを買うことになった。 1955年は、自己最小の105試合の出場で、打率、256.8本類だ、36打点と、自己最低の成績に終わったが、ワールドシリーズでは、ニューヨークヤンキースを破り、球団史上初のワールドチャンピオンの一員となった。1956年シーズン終了後の12月13日に、リックリトルフィールドと3万5000ドルで、ジャイアンツへの移籍が持ち上がるが、 ドジャースにいられないならばと翌年の1月23日に現役引退を表明した。引退後、公民権運動に積極的に参加。チョックフルオーナッツの副社長や全米国人地に工場協会、NAACP の自由基金運動の議長に就任。NAACP の創設者であるジョエル・ E ・スピンガーンが創設したスピンガンメダルを1956年に受賞している。 1962年には1939年のルーゲイリク以来となる優秀格所年度で野球殿堂入りを果たす。1972年6月4日、ロビンソン42と共にロイ・キャンパネラ39、サンディ・コーファックス32の背番号がドジャースの永久欠番に制定された。引退後、糖尿病により視力が落ち、関節炎や、 軟骨剥離に苦しむ。1963年1月に左足の手術を受けている。永久欠番の式典に出席した時には杖なしで歩けず右目は失明していた。1971年6月27日には長男が交通事故で亡くなった。1972年10月15日、この年のワールドシリーズ第2戦が行われる。 オハイオ州シンシナティのリバーフロントスタジアムにおいて試合開始前に黒人メジャーリーグ進出25年祭が行われた。ロビンソンはレイチェル夫人と並んでダイヤモンドに立った。そしてボーイキューンコミッショナーが歴代アメリカ合衆国大統領の中でも屈指の野球好きとして知られるリチャード・ニクソ大統領のメッセージを代読した。彼こそは黒人最高の万能選手だったと。 髪はすっかりグレーに変わっていたロビンソンは、死球式のボールを、シンシナ・ティレッツのジョニー・ベンチ保守二次。これが彼の最後の勇士となった。その9日後の24日、スタンフォードの自宅で死去。ロビンソンは亡くなる直前に、自伝、I never had it made を書き上げた。ロビンソンの死後、レイチェルはヒエリ財団、ジャッキー・ロビンソン財団を創設。ロビンソンの活躍により、 メジャーへの黒人選手受け入れを早める役割を果たし、ハンク・アーロンや、ウィリー・メイズ、サチェル・ページのメジャーデビューの足がかりとなった。MLB のみならず、人種差別問題そのものへ与えた影響も非常に大きい。カリーム・アブドゥルイコール・ジャバー、アーサー・アッシュ、ジム・ブラウンといった他のスポーツの選手からも尊敬を集めている。 1987年には、MLB の新人王にあたるルーキー・オブ・ザ・イヤーに、ジャッキー・ロビンソン賞という別名が付けられた。ロビンソンのメジャーデビュー50年目にあたる4月15日、ロビンソンの背番号42が、全球団共通の永久欠番となった。同日、ドジャース対メッツ戦が行われた、ニューヨーク・メッツの本拠地、シェイ・スタジアムで式典が行われ、マリアノ・リベラなど、 従来から、背番号42をつけていた選手に限って引退まで使用することが許可された。なお、背番号42にした理由について、監督のレオドローチャーは、42は、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えだからと、答えている。1999年には、メジャーリーグベースボールオールセンチュリーチームの二類種部門に、ロビンソンが1位で選ばれた。 4月15日に MLB はこの日をジャッキー・ロビンソンデーと制定。のロビンソンデーでは、ケング・リッフィー・ジュニアのコミッショナーへの提案により、希望する選手全員が、背番号42のついたユニフォームを着用して、試合に出場した。ドジャース、カージナルス、パイレーツ、フィリーズ、ブルワーズ、アストロズでは、選手、監督、コーチ全員がセ号42を使用した。 のロビンソンデーでは、すべての選手、コーチ、監督、審判が42番のユニフォームを着て、試合に出場した。2013年4月12日、彼を題材とした、電気映画、42世界を変えた男が公開され、4月、第2週、4月12から18日の、全米映画興行収入ランキングで、初登場首位を飾り、 野球映画史上最高のオープニング記録を打ち立てた。2014年11月21日、カリフォルニア大学ロサンゼルス校は、ロビンソンの名前を、同校のスポーツ施設の総称に関すると発表。ロビンソンは39年から41年まで、同校に在籍し、野球だけでなく、アメリカンフットボール、バスケットボール、陸上にも励んだ。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。